スマイルシューターはヤマサが企画したキャラクタープロジェクトおよび同プロジェクトのキャラクターによるバーチャルユニットである。2010年5月10日にパツスロメーカーのヤマサがプロジェクトの開始を発表した。キャラクターデザインは藤間拓也。発表当時のキャラクターは3人だったが、2011年秋に3人、2012年秋に1人追加されて、 計7人になっている。CD ゲームなどの商品開発と並行して Twitter などを通したデジタルデバイスによるマーケティングを展開しファンと一緒に育てる新しいタイプのアイドルを目指すとしている。ヤマサの携帯サイトヤマサスロワールドにおいてキャラクターを使用したアプリを提供。ヤマサエンターテインメントより発売。 2012年9月29日2枚同時発売、スマイル、シューター・ザ・ラジオは、2012年10月3日から2014年4月1日まで、超 A&G で、動画放送で放送されていたラジオ番組。また各放送会は翌週月曜日から1週間、スマイル・シューター公式サイトで配信されていた。 毎回パーソナリティ全員が出演しているわけではなく、2名から4名が、ランダムで出演している。2013年10月1日放送分からは、いがらしひろみと、ひろたしむとの2人の固定パーソナリティ性となった。スマイルシューター性、チャンネル、は、2011年11月26日から2012年12月28日まで、ニコニコチャンネル、スマイル、 シューターチャンネル内で放送されていたラジオ番組。スマイルシューターが、ニコセをやってみたけど、月1じゃどうにもなんない、通称、寿司1は、2014年4月21日から2015年4月20日まで、ニコニコチャンネル、スマイル、シューターチャンネル内で放送されていたラジオ番組。スマイル、シューターディアマイドリームスマイスターズミーティング、通称、スシスタは、 2015年6月1日から2015年8月16日までニコニコチャンネル、スマイル、シューターチャンネル内で放送されていたラジオ番組。この記事は以下のカテゴリーでも参照できますスマイルシューター、ファーストチケットに関するカテゴリー。ありがとうございます。